しゃべくり松代始まるよ。松代の皆様、松代出身の皆様、松代をこよなく愛してくださる皆様、そして全国の皆様、こんばんは。こんばんは。9月24日午後7時、しゃべくり松代の時間になりました。今日はこれから9時までの2時間ですね、しゃべくり松代100回記念の特別番組を行いたいと思います。メインテーマは世界に向かって世界をつなぐ虹の架け橋。いいですね。はい、はいはいはい、いやいいですね。はい、最初からすごく盛り上がりましたね。いいですね。いや、もう今日はね、笑いから始まりましてね。もう切り替えていいよ。はい、今日は笑いから始まりました。しゃべくりマッシュの100回記念日です。よろしくお願いします。改めまして、私マシロテレビ局の宮坂と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、特別番組ということでいろいろな内容を予定しております。2時間という長い時間ですが、けれどもぜひ最後までご覧いただきたいと思います。それでは、時間を追って三田さんですね、事務局長の三田さんの方から、2時間の概要をお願いします。はい、ですね、今オープニング終わりました。これからですね、開局前から開局に至った経過ですとか、しゃべくりマッシュの概略、それからですね、19時15分からは、3次元中継、スタジオとですね、外の、飯田女子短大、それから長野大学前川先生のですね、中継させていただいております。それからまあ19時40分からですね、マッシュテレビ局のですね、役割、それからゲストを迎えてのトークショー、形でですね、これだと2、4、6、8名ほどの皆さんに来ていただいて、こちらでトークをさせていただきます。その後、20時30分から丸田先生による、ちょっと講演ですね、最近の動向ですとか、まちづくりその他という形でですね、やっていただきます。その後、まあ20時50分エンディングという形でですね、前挨拶で一応終わるという形です。で、今回はですね、青木まりなさん、まあ、サクテルさんとおっしゃるんですけれども、パソコンを使ってですね、なんですかね、この絵を描いていただく。それともう一人ですね、熊谷愛菜さん、この方はあの絵を描いていただくという形で、随時この2時間の間にですね、少しずつ見ていただいて2時間の間に完成させていただく、そんな形で今日はやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。2時間ですけども、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いします。それではですね、私どもの大、先生、丸田先生をお迎えしてですね、松代テレビが今まで、歩んできた道を若干10分か15分ぐらいお話したいと思いますが、丸田先生、よろしくお願いします。先生、おめでとうございます。ありがとうございます。先生、お手柔らかにお願いします。いえ、先生にね、こう突っ込み入れようと思ってね、もうドキドキするんですよ。なるほど。何がドキドキするかって、ね、はい、先生に何言われるか思ったら、ドキドキ、もう心臓取り出ちゃいそうですね。聞きたいこと満載なんですけど。あ、はい、そうですか。はい、あの本当100回、はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、まあ、しゃべくりマッシュルということで、はい、あの、まあ、しゃべくって15分と、はい、そうですね、番組、はい、1週間に1回やられて、はい、100回ってことは700日。はい、すごいですね。これは先生のおかげです。ありがとうございます。これ、あの、簡単に、はい、フリップにですね、マスルテレビ局の歩み、こちらご覧になれますでしょうか。これによると年表が2010年の4月から始まっていまして、今年は2012年ですから、はい、2年半前ですね。ここでその開局構想というところからですね、はい、実際に
開局をしたというところまで2ヶ月半ぐらいありますけど、はい、そうですね、まあ、開局が6月で構想が起こったのは4月、この後の経緯はどんなことなんですか？私もですね、たまたまですね、社会福祉協議会の方でですね、皆さんちょっとこのいろいろお話しする中で、祭りの情報が若干少ないんじゃないかというようなことで、祭りの文化とかですね、芸術、いろいろ福祉情報も含めて若干祭りのことを発信したいというようなことで、5人ぐらいですね集まりましてですね、話していまして、それでたまたまですね、こっち丸田先生いらして、それでどんどん拍子にこう3ヶ月ぐらいで立ち上がってしまったという。そうですね、私は2010マシロイヤーという、まあ、マシロを挙げて その地域イベントのお手伝いに来ていまして、で、ね、はい、で加山さん通じて、あれはあの頃はですね、社会福祉協議会の、そうですね、まあ、福祉関係の何かアイデアが、要は地域づくりのアイデアがあるということで、何か道具としてこういうまあ、ITC といいますかね、インターネットみたいなものが使えないかというような話があったんですよね。そうですね、はい、それであと加山さんとかですね、加山さんの息子さん、お婿さんですね、はい、いろいろいらっしゃっていただきまして、それでこう、まあ、福祉だけじゃなくてね、観光とか文化いろいろこう含めて、まあ、発信しようということになりました、はい、非常にこうホットだったような覚えがありますね。季節は寒かったですね。寒かったですね気持ち悪かったです、はい、でそれで、まあ、なんて言いますか、2010年って実は非常にユニークな年で、ユーストリームって、まあ、今当たり前になったそのインターネットのストリーミングサービスっていうのが、まあ、本格的に日本で導入された年なんですね。ですから本当にタイミングが良くて、そうですね、で放送局できるよと、じゃあやっちゃうっていうのはそのぐらいのノリで始まったんですよね。やはりね、先生今おっしゃっていただいたタイミングと、それと皆さんの熱意ですね、熱意とタイミングがね、ぴったりあったんですね。すごい熱意だったですね。ですね、まあ、めったにないですね、こういうこと。はい、で、4月に、まあ、構想が起こって、実際に開局が6月26日そうですね、これ祇園祭りの日、はい、どんなことをやられたんですか？祇園は本当に暗中模索でですね、ただ撮っただけということですよね、はい、でもユーストリームはあれですよね、パソコンを用意して、まあ、そもそもあれですよね、 Wi-Fi、 それからインターネット環境がなかったので、加山さんのお店、あと、夢空間 のインフラをお借りして、それで始まったっていうところですよね。本当に暗中模索で何も分からず撮ったってところですね、はい、でパソコンを持ち寄りですね、カメラ1台 でマイクも1本そうですねだったんですかね、はい、もう何が何だか分からないうちに始まって、何が何だか分からないうちに終わりました、ね、はい、まあ、でも一応開局したと。そうですね、はい、場所はこちらじゃないですね。そちらの元の場所ですね、はい、始まったんですけども、でそれ で, それで、1ヶ月後に、はい、開局特別番組をやろうということで、はい、私も参加させてもらいました私は今東京の昭島に住んでいるんですけども、早朝起きましてですね、まあ、早朝というか夜中ですよね、朝こちら7時に、参りまして、面白かったですね。いや、面白くなかったですよ、はい、私は泣きましたこれは要はサラダ祭り、サラダ亭の、まあ、今はオープンしてますけども、国の改修工事が終わったんですかね。終わりまして、で一般に、まあ、開放、まあ、オープンになるという初日のイベントを、で、はい、じゃあテレビ局できちっと番組にしちゃおうという、まあ、壮大な企画ですよね。そうですね、はい、で場所はどちら？そちらね、今日もね、いらしてますけど、三宅さんをお借りしまして、はい、それで機材もたくさん持ち込んでね、あの時はたくさん持ってたんですね、で大失敗、ね、はい、で結果として音声が出なかったそうですね、音声が出なくて、あの時はね、そちらにもいらっしゃいますけど、皆さん、はい、泣きましたね。で、あの方にね、泣いたところを取られましたね。なるほど。あそこにいるね、鬼みたいな可愛いお嬢さんいますけど、はい、あの方がね、どうなんですか？あそこに顔を隠してる方ね、はいはい、あの方がね、私が皆さん紹介してください、水田さんですね、あの方がね、どちらの、ケーブルテレビ、ケーブルテレビ、ケーブルテレビの方で、今日も取材をしてくれて、そうですね、はい、今日もいらしてるんですけど、あの方がね、本当にあの可愛い顔してね、鬼みたいな方です、はい、私がね、泣いたらね、それをね、アップで撮るんですよ、はい、ひどいですよ、今ね、ほら、鬼みたいに笑ってるんですよ、あの方です。テレビ局でなんで泣く必要があるんですか？失敗したんです。失敗、どういう失敗？
音声が出なかった。音声が出なかった。致命的ですね。もう本当はね、はい、期待したんですね。はい、もう本当にあの丸先生もね、おいでいただきまして、最初の、 あの大きな、ライブだったので、そうですね、本当に期待して、期待して、期待して、はい、いたのに、失敗。あまりにも、あのなんて言いますか、ね、要求水準だというか、そうですね、狙ってるところが高すぎましたよね。そうですね、高すぎましたね。で多言中継だし、そうですね、あのマイクもたくさん使ってですね、そうですね、で当時、まあ、朝持ち込んだ機械を初めて使うと、そうですね、ありえないですね、今ね。先生にいろいろ言われましたよ、ね、リハーサルしないでね。だから生放送っていうのはどんだけこう怖いかっていうのは体験しましたよね。分かりました、はい、本当にあの時に分かりましたね、はい、あの生放送ライブというのは怖いもんだなっていうふうに分かりましたね、あのこれも生放送なんですけど、で生放送事前に告知してるのもある、あの向こう側テレビを、まあ、向こう側にはたくさんお客さんがいたり、あとあの何人もこうお呼びしなきゃいけないので、そういう方々のまあ苦労とかね、あの思いを踏みにじるということでね、そうですね、はい、で初回に失敗したんですよね、はい、先生もなんか喜んでますね、私は今考えても泣きたいですよ。これがまあ7月で2年ちょっと前ですよね。そうですね。それで、このしゃべくり松代自体はそれはあの一昨年の11月から始めまして、11月から、そのね、今の生放送の、はい、そのまずいところを克服しまして、今はもう一回も失敗することなんで、今日まで100回続いてますね。すごいですね。先生のおかげです。いやいやいや、ありがとうございます。100回続く番組ってなかなかないですよね。 100回続くって言ったら、まあ、長寿番組に近いですよね。いや、それがまああの2年前、ちょうどまあ2年前ですよね。で、あのその失敗が7月 で11月にですね、はい、まあ、3ヶ月ですよね、ここからどんなことをされてるんですか。いろいろ技術の方がですね、本当に試行錯誤していただきまして、うん、いろんな機材を持ってきてですね、これはダメ、はい、あれダメっていうのをやってくれましたね。なるほど、本当に頭が下がります。あのいや、マスルテレビ局の技術はすごいと思います。そうですね、これについてちょっと後でね。そうですね、はい、あの、はい、触れさせてもらって、その後ですね、まあ、あの2011年、2012年と、まああのはい、今9月24日ですけど、こんな形で進んでいて、まあ、10回からですね、はい、ずらずらっと50回、60回、74回、8回で、あのいつかね、やっぱりすごく面白い、あの普通じゃ考えられないことがここにもあって、例えばですね、あの10回のね、とか、あと、これですか、62回っていうのは正月にやってるんですよ。1月の3日とかですね。で今年は1月の2日にもやっていて、普通あの正月って家で休みますよね。あのたまたまですね、その今年の1月2日なんですけども、そちらにいらっしゃる技術員の方が、はい、たまたま来れなくて、なるほど、パソコン1台でやりましたね。なるほど、それでもやった。やった。で、すごいですよ、その時に私は技術が全然わからないんですけども、技術員の方にね、はい、去ってパソコンをこうしてこうしてこうすれば映るんだよということで、パソコンを1台置きましたね。なるほど。それでスイッチ入れて、こちらにみんな来て、じゃあ、おめでとうございます、新春の特別番組を行いますなんて言ってるんですね。ここであのいろいろしゃべくりまして、で、ありがとうございますって終わりまして、またスイッチ消したっていう、こんなことでした。でももう、一人何役もできるんすごいですね。技術人の方が教えていただきながら。お正月も続けて、ですから、あの 7×100 をですね、終わっていただくと、本当にこう1回も休んでないってことが分かります。あと、ずっと見ていただいてもですね、あと、あのちょっと二本松さんがこれ詳しく、ね、説明をしていただくので、はい、私やっぱりあの気がつくのはですね、あの長野電鉄の廃線の問題をね取り扱っているとか、夢空間さんとトイサスさん、要は他の団体の活動を紹介していただいて、あと、まあ、要所要所のお祭りの特番があったり、でそれで30分拡大番組だったりとか、ね、そうですね、はい、はい、あとまああの去年の暮れには住民ディレクター養成講座というのを開催した、はい、先生にも講していただきました、ね、あの3回目に、はい、ありがとうございましたけど、でそんなこともやって、まあ、今に至るということで、はい、とにかく、はい、あのね、まあ、あのしゃべくりましょうとか違うんですけど、その住民ディレクターで、はい、もう本当に新しい方がたくさん入って、なるほどなるほど、そちらにもね、たくさん、そちらの方みんなね、住民ディレクターで、はい、参加していただく養成講座の、はい、まあ、目的を達成したということで、はい、じゃあ後でこうあの紹介があるんですかね。そうですね、はい、あの、まあ、こんな形でもうとにかく盛りだくさんですよね。で一体何が起こっているのかというのを、まあ、
1時間45分ぐらいで紐解いていこうというような、はい、番組ですよね。はい、はい、あと先生にまたご講演をいただきたいと思います。講演ではなくて皆さんとお話しします。はい、ということで、じゃあまた、はい、終わりの頃に、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは先生、先ほどね、先生のお話ありましたけれども、はい、三田さんに、三田さんじゃない、龍馬さんに、龍馬さんじゃない、さんですよね、龍馬さんに、はい、バトンタッチしてですね、ちょっと説明をお願いします。はい、何言ってたのね。じゃあ、先生、そこにいてもらって、これ、秘密兵器あるから、ここに。あ、ね、じゃあ、はい、じゃあ、お願いします。はい、ちょっと足んないとこあるんで、はい、あ、それではまず最初にね、ホームページにどこの国のどんな年代の人がアクセスをしていただいたか、これちょっとアップしてください。ということで、これはね、実は福井さんに集計してもらったんですが、まあ、もちろん日本では一番多いわけですけれども、2815回再生がありました。これでまあ年代別でこういうふうに書いてあるんですが、やはり、ネットに世界にお関心のある方、35歳から54歳、この間ですね、この辺が45% プラスで、それから我々の年代で 45%、 ここで9割近くが占められてました。まあ、年代別ではこんなところなんですが、やはりパソコン環境といったことの影響があるかと思います。意外だったのはカナダ、イタリア、誰が見たんじゃって話なんですが、真っ白出身者もすいませんね、おそらく、はい、そういうことだと思います。アメリカ合衆国、こちらの方からね、アメリカではそれ見てるんですか。見ますね。すごい最です、ね、本当に一度もそれも含めて多分見てると思います。はい、次にですね、ちょっとね、生成女学院短期大学の森田先生、今日ゲストでお招きをしてるんですが、カメラ適当に切り替えてみてね、森田先生も映してね、お願いします。ビデオストリーム、これはしゃべくり松代に限っての集計です。で、11月1日から、先ほどお話がありましたけれども、3月1日から、集計を取りますと、機械上はどうしても8月1日までしか出てこないんです。ここの間の数です。ユニーク視聴者数が617人、それと合計の視聴者数が1026人。この辺のユニーク視聴者数と合計視聴者数の違いを、違いと言いますか、ちょっとご説明いただければと思います。ただ合計というのは、まあ、何回見たかというイメージだと思います、ね。まあ、1人の人が2回訪れる場合もありますから、ユニーク視聴者数というのは、まあ、何人の人が純粋に来てくれたのかという数になりますので、延べ人数みたいなとは違うんですか。は、まあ、上に全然近いですね、合計。あ、なるほどですね。時間が214時間、はい、止めに時間数が214時間、はい、1回の放送について、まあ、あくまでも平均ですが3人ということで、正直言いまして、若干このモニター画面を見てますとね、1人の時もあったり、比較的初回の方はたくさん出てきてましたね。20人、私の番組7回目の時なんかは21人ということで、番組でも入っておりましたけど、そんな様子です。いい時間ないんで、どんどんやっていきますよ。それでは録画されたしゃべくりましろの視聴者数ベスト5、一気に出しちゃいましたけれども、やはり参加した方が多いチーム、つまりソフトバレーチームですとか、それからソフトボールのチーム、こちらの方が非常に多い数が、メンバーの方が多分見てもらったんでしょう。3回目、第3位が4回目の片桐部長がやられたトレッキング、それからなんと不思議だったのが、物好きだなと思うんですが、リハーサル第0回、
ね、結構面白かったんじゃないかなと思うんですけど、間違い間違った、64回のやはり松代の大本営の周年高校さん、こちらが郷土班が研究班がしていただきました。これが145ということで、かなり関心があったようです。それからもうちょっと落書きしてありますが、ゲストの数ですね、今日も何名さんかお招きしておりますけど、1周年記念で、52回の時に、田中さんがパーソナリティでやりました。この時にゲストの方90名、累計でと、お猿が3匹ということで、90名と3匹出演をいただいて、ゲストでお招きをしました。それからその後52回から1000回まで99回まで、ここもやはり91名と2匹ですね、このところはというような形にしております。生放送のしゃべくり松代、視聴者数が多いベスト5ということで、ほら、やってくれるのもあります。下からね、はい、下からね、いいですか、ご意見をお願いします。いいですか、はい、5じゃんということで、第13回、これ山本パーソナリティが担当しました建築に見る松代の魅力ということで20、第4位ジャガン、紙で作る甲冑、これは福井さんが担当してますね、これは20。それから第3位ジャン、これは森田先生です。あ、違った、ごめんなさい、私の担当でした。第7回ね、間違って入っちゃったじゃないの、はい、で第2位新春特別番組、今年の1月ね、すごい、これあれですよ、技術員が誰もいなくて、モンタさんが俺やったやつだ、そうそうそう、パソコンでねやったという、はい、珍しくシラフでやったということで、はい、いつもシラフだけど、はい、第1位、はい、緊急特番、先ほど先生からお話もありました長野伝説八代戦争のところの危機、やはりこれが一番話題を集めたようでございます。こんなランキングになってきました。はい、最後です。YouTube にアップされた全ての動画の再生回数、これは単位は残念ながら1000単位じゃなくて1単位でございまして、21,508回、どっちから、はい、ね、ベスト5は下からですね、はい、はい、こっちは後、これは後ですか、そうですね、まず第お題の方からね、はい、第66回のパッチワークキルトについて、これ誰でしたっけ、担当ね、森山さんです。あ、森山さん、玉木さん、あ、いや、やっちゃった、あ、ちょっと後でメタロン、はい、次、お題の方から、はい、お願いしますね。第4位、平成23年の真田10万石祭りのご案内ということで、事前に予想されたやつです。はい、数は373回。第3位、ここですよね、これでありがとうございます、山下先生、ありがとうございます、ね、清泉女学院短期大学の皆さん、第46回、407回、これは先週までの集計、そうですね、で、自分の番組はどんどん自分で見てますんで若干増えてるかと思いますけど、じゃん、はい、407ね、あ、これもちょっと、それでは第2位のお題の方ね、小学生女子ソフトボール東条若葉ということで、先に行っちゃって、先に行っちゃって、もう裏に書いてあるから474、あ、いっちゃって、はい、では第1位、はい、第1位じゃじゃ、第55回、すごい、全日本、柔道型競技大会古式の人数、これすごいですよ、すごい、はい、じゃあいくつだと思います、はい、じゃあ先生いくつくらい、そう、あれですか、さあ、そうだよ、それ覚えてくれなきゃね、いや、そうだな、7万ぐらい、俺知ってる人がダメだ、7万ないですよ、全部で2万円してるんだから、500人ぐらいかな、違うな、もうちょっとどれぐらいでしょう、600人ぐらい、はい、じゃあ時間内からいっちゃいます、はいはいはい、764、はい、ね、これが一気に番組終了と同時に実機ね、今も伸びてます。今伸びてますね。はい。というような状況で非常に関心があるということで、これ、あれ、これ先どうする？あ、これも10。あ、すいません。まあ打ち合わせ通りというか、このナイスボケでございます。こんな状況でございます。はい。こちら、はい。ありがとうございました。はい。
それでは続きまして三田さん、三軒中継お願いします。皆さんお待ちだと思うんで、ね、だいぶ時間も押してきちゃったんですけど、その前に、はい、その前にね、ちょっとこちら、紹介してください。あ、先ほどご紹介しましたけど、こちら、すみません。あ、いいね。ひめさん、ちょっとこっち、こっちで。ひめさん、じゃあカメラ切り替えお願いしますね。カメラ、さきとるさん。さきとるさん。はい。じゃあ、ほら、紹介して。なんで作ってるかな、なんで作ってる、はい、説明してください。よくわかりません。よくわかりません、はい、名前です。皆さん、どんな絵を描いてるかというと、これは誰かわかりますかね。あの、このイラストは誰のイラストかわかりますか。誰を描いたでしょう。石川社長、佐久間、そこにカメラがあります。佐久間、そうです、当たりです。当たりです。現代版の佐久間象山、若い世代も、可愛い象山先生、今私たちが持っている象山先生はちょっとこわもてなので、可愛い象山先生を作って描いて、イラストで描いてほしいっていうふうに、中学高校の同級生の、青木まりなさんにお願いをして描いてもらったイラストです。このイラストは、NPO 法人、夢空間だよりの、挿絵としてこれから使わせていただこうと思っています。で、今日は、このサクテルさん、サクテルという名前で活動しているんですが、このサクテルさんには、松代の未来図ということでこれから描いてもらおうと思ってます。で、ひめさん、こっちのカメラに切り替えてみて、実際に、はい、パソコンで、はい、書いていただいてるんですけど、今は下書きの状態なので、下書きで、今回の2時間、9時までの間には色をつけていただいて完成をさせようと思ってます。途中経過などを途中で入れていきたいと思いますので、皆さん楽しみに待っていてください。はい、はい、OK です。はい、それではもう一人、熊谷愛菜さん。あやさんは、鉛筆書きで、ここ写りますかね。今どんな状態、はい、あ、ごめんなさい、あいなさんはね、福祉寮の加山理事長先生、ね、いただいてます、福祉寮の、福祉寮の生徒機器の、あ、そうか、はい、どんな絵が好き。鳥の絵ね、どんな鳥、今作品集、ね、はいはいはい、見てください。そう、カメラ、はい、そう、これは何、鷹、はいはいはい、これはスズメ、あ、モズ、はい、ヒガトリ、はい、これ何、これ鳥なんです。これ鳥じゃないの、クジャクとかね、うん、想像で描いたの、ドラゴン、いえ、想像で描いて、はい、カラス、あ、カラスね、はい、こっちはなるほど、これは絵を、色はつけない、いえ、はい、白黒で描いて、白黒でね、はいはい、わかりました。番組中にじゃあまた同じように何か書いてもらってるんでね、はい、じゃあまた途中経過、時間がありましたらご紹介をしながら、進めていきたいと思います。いいかな、はい、はい、それではじゃあ三田さん、またお願いします、はい、お願いします。はい、分かりました。それではですね、今、三次元中継という形で、やらさせていただきますけれども、ですね、今回はですね、上田にあります長野大学、企業情報部、情報学部教授でありますね、前川道博先生に、参加していただくようになりましたので、そうです、前川先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですけども、マイク、山さん、
前回も松代テレビこのスタジオでですね、皆さんと一緒にお話ししたんですけれども、その後っていうのは先生どんな動きをしておりますですか。はい、そうですね、はい、あれもこれもやっていて、なかなか落ち着かないんですけれど、真田幸村ですね、はいはい、真田幸村を一つテーマとして、はい、信州上田を PR していこうと、はい、でそれを番組にしようと、はい、そういうふうな取り組みを、はい、今進めているところです。ああそうですか、はい、あとなんかあれですかね、この幸村関係っていうのは、まあ、松代も絡んでくるんですけれども、今こちらにいるのがですね、はい、松代観光推進機構 の、 事務局長なんですが、はい、宮沢博さんと言うんですかね。こんばんは、宮沢博と申します。よろしくお願いします。まあ、今回も先日先生の方にもお送りしました、六甲社という形でですね、再建計画という形で一応、お話しするようなあれで行うんですけども、今週の土曜日なんですけれども、はい、先生はこちらへ来ることはできますか。そうですね、私も聞きに行きたいなと思ってます。あ、そうですか。まあ、できたら、はい、上田と松代と一応連携できるような形で、ちょっと宮沢さんと話していただければいいかなと思ってるんですけど、はい、いかがでしょうか。はい、私たちは、はい、こういう三島上田というのを含んでまして、はい、これですね、三島上田、はい、こっちは三度の物語というのを住民の皆さんとですね、はい、というような冊子を発行しました、はい、でここは、三四行で栄えた上田の歴史をもっとこの物語にして分かりやすくしようと、はい、で上田の生糸が実は横浜に行って、世界に輸出されたと、もう江戸時代からの話なんですよね、でこういう話を分かりやすく取り上げて、まあ、勉強などにもして伝えています。これ今年の成果なんですね。で実は江戸時代もですね、はい、生糸取引上田から生糸貿易商が、横浜を通じて外国に輸出したんですけれど、実はその時にかなりですね、ヨーロッパの周辺から生糸をかき集めたと、うん、で松代の方面は奥方という言い方をしていて、はい、実は取引の面でも非常に密接なつながりがあったんですよね。あ、なるほどね。でそういうのも解き明かしてとても面白いんじゃないかなと、うん、それから佐久間象山がですね、やはり上田と関わっていて交渉があったんです、はい、で火薬とですね、はい、ヒートと、なんで火薬と生糸が結びつくのかなというふうな非常に面白いつながりがあって、松代と上田は、はい、歴史的な面で非常に密接につながっていて、同時代にですね、海外に推進したり金を輸出したりしていて、とっても面白い関係性があるんじゃないかなと思うんですね。そうですね、まあ、最初に先生の方からも話がございましたけれども、上田は真田幸村を中心にですね、できれば再来年の NHK の大河ドラマを目指したいということで、署名運動も松代と上田一緒に力を合わせまして、NHK の方へ届けたと、こういうテーマのありますね。で松代へは、兄の信幸以降の方が上田から入ってまいりまして、町づくりがスタートをして、サラダの名前が 10代にわたりまして、250年間明治維新まで、残すことができたということで、私どもの方としますと、サラダの信幸を含めて、大河ドラマに、お願いしたいというようなことで、今考えておりまして、再来年がちょうど幸村公が大阪冬の陣に、出陣をしてから400年という年回りとお聞きしておりますし、その翌年、仮に、再来年がダメでもですね、翌年、27年
ですかねになりますと、今度真っ白に参りました信行公が生まれてからちょうど450年目と節目の年になりますので、まあ、どちらで、実現しても非常に楽しみな、大河ドラマになってくるなというふうに考えています。それからお蚕の方もですね、上田とは本当にご縁がございまして、特にお蚕の種ですね、炊き立てる前の種を上田の方に地蔵峠を越えて、それを行となりわいとしている皆さんが上田へ行きまして、それを背負ってですね、真っ白へ来て、種を給付をしていったと、こういう歴史がございまして、真っ白も今は長野市と合併して一番南の端になっておりますけれども、長野市の中でも養蚕業としましては一番の町だったわけでございまして、製糸場もですね、10カ所もあったというようなことで、歴史的には非常に重要な産業であったというふうに思っております。で、横浜へ生糸を輸出をして、それがシルクロードを通ってヨーロッパまで伝わっていくという中にはですね、大正時代に、長野電鉄の前身の加藤鉄道、これを敷設をしてですね、生糸を横浜まで運びたいという先人たちの思いが非常にありまして、90年の歴史があったわけなんですけれども、誠に残念ながら今年の3月31日をもって廃線になってしまったということで、私ども真っ白の皆さんはがっくりをしているわけなんですけども、まあ、これからもですね、先人たちの思いに対するこれからの真っ白の50年、そして100年後の在り方を、皆さんみんなで考えていこうということで、地域の振興を図っていきたいという思いがございます。もう上田の皆さんとはですね、本当に山一つもう尾根で境でございますので、共にですね、一緒に頑張っていけたらと、そんなに思っておりますので、先生までお力添えの方よろしくお願いしたいと思います。あとあれですかね、そちらでは先生何人ぐらい今スタッフの方いらっしゃるんですか。ですね、はい、まあ、やれる人がやれるという意味なんですけれども、どちらかというと、はい、インターネット放送局でライブというよりは、はい、番組を作るというのが、どちらかというとメインで、はい、まあ、学生たちそれぞれが、まあ、スタッフというよりも、自分で作って発信するという、はい、あ、そんな感じですね。はい、わかりました。まあ、例えば市民の方のグループと、まあ、大きく2つのグループになってますかね。はい、ちょっとご紹介します、はい、私のゼミのですね、こういうふうに書きます、こういうふうに書きます、こういうふうに紹介してます、はい、よろしくお願いします。私たち学生たちが、はい、雪村、真田雪村というキャラクターが大好きなんですよね。でそれとともに、その真田三代、はい、こちらが真田三代と書いてるんですけども、はい、真田氏で、のゲームとコンテンツ、それから真田氏と上田と、でさらにこれを先行して、周辺の地域ですね、で先ほども全部やってたんですけれど、真っ白行きたいなと、はい、ぜひお願いします。沼田の方にも行きたいなと、どうやって紹介する話をしていただければ、前日上田でねぶた祭りというのがございまして、ね、でその時に真っ白の方へもお話がございまして、真っ白の真田のですね、やりふり隊という保存会がございまして、それがたまたまスケジュールがちょうど調整できまして、今年は上田へ、やりふり隊が派遣をされまして、一緒にねぶた祭りにご参加、いただいたということで、そういう意味でもつながりができてよかったなというふうに思っております。で来月の10月7日にはですね、真っ白の今年で57回目を数えますけれども、真田十万石祭り、今準備の真っ最中でありますけれども、これもまた盛大にですね、テーマを真田、の歴史三代ということで、それを踏まえた形の、行列、陣立てを伝ってましてですね、雪高から始まって正幸、そして信行、雪村ももちろんですけども、
まあ、じっと菊間武者を出しましてですね、盛大に準備をしておりますので、よろしくお願いします。お待ちをしております。また先生、あの時間を見てですね、また真っ白の方へお出かけいただければなというふうに思いますので、まあ、今日は本当にありがとうございました。あのまた、はい、やらさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、あと続いてですね、インタラの方は了解です。はい、じゃあ続きましてですね、真っ白な足を考えるという形でですね、お話をしていきたいと思います。じゃあ、はい、絵の具合どんな具合になってますかね、ちょっと見たいと思いますが、はい、失礼しました。ゴールドじゃなくてね、ブロンズっていうのがこれね、定番になってますので、はい、どうしてどうしてどうしようもない。じゃあ、使えたあれどうしたらいいか、どうはほら、金庫同じ感じでしょって。どうもありがとう。それだけどうばっかり使っちゃいますよ。まあ、ハンカチいらない、私の手がハンカチ。素晴らしい。今日は大事にしてください。はい、はい、ね、そういうわけで大事にさせていただきます、はい、今度150回番組もう150回だけ使っても満額年金もらってください。そうですね。じゃあ帰らせてもらいます。はい、じゃあ水田さん、はい、はい、いいよ。それではじゃあこちらへ回していただきまして、こちらにいらっしゃるのは、町歩きセンターの大江さんでありますけれども、はい、八田千鶴さん、それからあのお隣はですね、まあ、若い方ですけれども、本田優香さん、よろしくお願いします。このお二人なんですけれども、ですね、八田さんはですね、9月28日で94歳になられました。はい、それでですね、こういうその前回にもその、しゃべくり松代も出ていただいたんですが、今回このこういうようなあれですね、ちょっとこれまた使うときに社会福祉協議会の方ですね、またね、一応 お礼っていう形で、これやってます。こちらです。金の中に3000入れてはね。ああ、なるほど。これじゃあ鶴をやったっていうのがするんですよね。しばし、これじゃあちょっといいですか。自慢金のはやらないですけど、ね、でこれね、鶴、これはわざわざ折って、この中にお金を入れて渡してあげるという形でね、はい、あ、これでね、これ次ですね、ちょっと白であれちょっと分かりづらいですけども、こういう形でな、はい、作ってね、でお渡ししたところ、こういう
新聞にちょっと載りました。いや、これは95歳の人の取材に来られたんですけど、私はまだ95歳になってませんので、来年しかなりませんので、それは困るって言ったら、そしたら今こっちの粒になっちゃった。ああ、そうなんですか、わかりました。で、今はやっておられるというのはこれ、押し花これは去年の押し花、去年の押し花ね、こういったのもやっておられます。それとあともう一つ欲しいです。これは本当のシルクのちりめんですけれども、風呂敷をそこら中からいただいても、今風呂敷ってのはあまり使わなくなったんです、だもんですから、あの袋に縫って、そしてあの皆さんに、あの風呂敷から4枚ぐらい取れますけど、こんな風にして差し上げております。あ、なるほどね、これは真っ白のあのあれです、エコー柱の寄進した時の記念のあれですね、風呂敷です。はい、それからまた手作りとしては、これはあのチラシで折っている、こういう箸置きですけど、あの会食することが私たちの団体ではあるんですから、100人ぐらいは自分で折って箸置きに、あの団体って何ですか、友の会でね、全国友の会、なるほど、今回もまた何かやるとおっしゃいましたね、もうクリスマスの料理も引き受けました。あ、そうですか、94歳で、はい、頑張ってます。はい、リーダーを引き受けました。なるほどね、頑張っておりますね。はい、で、まあ隣にいるのは本田さんですけども、一応まあ八田さんと、まあ先生でもあるというかな、教えていただいたりとかっていろんなことや、あの自分の母が八田先生に八田家に伝わるお料理っていうのを教えていただいているので、まあ、あとはあれですかね、今現在はそのお料理作ったりとか何かやっておられるというんで、まあ、真っ白 の野菜を使って何かやるっていう感じですね。それちょっと説明していただけるんですか。あ、はい、私の家、おじいちゃん、ひいおじいちゃんの代から八百屋をずっとやっているんですけど、今は、主に発想が、全国の発想が主になっているんですが、やっぱりあの自分の母がこう松代の野菜が美味しいということで、全国の皆さんもそうだし、やっぱりあの地元の方にこう伝えて、家では松代の野菜ということを伝えていきたいなっていうことの思いがあるので、やっぱあの歴史の町っていうのもあの松代はあの知られているので、そういう意味でやっぱそういうところの歴史町でやっぱふさわしいお食事っていうのも、あの畑に伝わるお料理もそうですし、あとはあの精進料理だとか、今あの薬膳のお料理を勉強しているところなので、そういったものをお弁当だったり、今お惣菜もやったりもしているんですけど、あの皆さんでこう真っ白の美味しいものをしていただけたらなっていうふうに思って、活動という仕事をしています。ああ、そうですか、はい、じゃあ一応畑さんのおばあちゃんも一応教えていただいて、はい、味見をしていただいてっていう感じですね。味見いろいろもうタイの立派なお作りとかも、本当に綺麗なお料理で、なかなかいい。レアスのことちょっとお話しして、あ、そうです、タイの姿盛り、姿盛りご説明すればいいですね、あれはタイとしか言えない、タイの姿盛りを教えてあげたんですよね、であの昔は元気屋さんになんか5月になればそこら中のお家でタイを召し上がるそうですけど、今このタイを食べるって習慣がだんだん薄れてきているんです。でどうしても私は5月 そのお料理の時にはタイを使ったのをやりたいと思って姿盛りに頭も尻尾もつけて、そしてそこへタイの身をつける、で飾りつけるんですけれども、それがちょうどあのタイの目の下一尺とかって昔は言ってた、こんな大きいタイを使ったんですけど、今そんな大きいタイとてもお高いんですよ。だからあの今冷凍でも膨らんでもタイありますけど、それをあの3枚におろしてもらって、身と骨と別々にして、でタイ1匹をが
まずこういう化粧地を頭と尻尾にして、そして天日で焼くんですね。そうすると天日でこうなったまま跳ね上がってるのが見える。それを切ってお皿こんな大きいのにいっぱい広げれば、こんな大きい鯛に見えるんです。それでその身をが味付けをして盛り付けるので、それじゃ足りないんです。で、魚の王様は鯛ですから、やっぱり肉の王様っていえば牛肉なんですよね。で、牛肉をコロコロに切って、それも同じ味付けしたのをいっぱい目いっぱいに持って、そしてキュウリオーバーのピューラーっていうので引いて、波の形にこういうふうに置いたりして、レモンとかトマトとかの彩りを5色彩りを包帯盛りました。そしたらこの方のフェンスがねお婿さんの家へどうぞ持ってかれて、とても喜ばれて、 であの肉は何ですかって言われた。あれは牛肉ですって話したなんて、そういうお話がございました。はい、じゃあ小田さんにしてみたら、松代をこれからどういう関わりとか、あと松代テレビに関して何か、言いたいことっていうか、これ希望とかっていうのあったらちょっとお話しいただければ。希望、自分は松代では食についてこう関わらせてもらっているところが主なんですけど、やっぱり今、畑先生からお料理を教えていただいたりとかする中で、やっぱその昔、松代の昔からこう伝わるもの、今の食事もそうなんですけど、そういうこう、途絶えちゃいけない、そういうものを、やっぱりこういう、テレビを通じてとか、はい、松代の方に、多分知らない方もたくさんいるんじゃないかなと思うので、こういったテレビを通じて発信していただけたら、もっと、歴史が深くなるというか、分かる理解がもっと深まるし、楽しくなるんじゃないかなと思うので、ぜひまたそういうコーナーを設けて、先生がはい、わかりました。はい、じゃあ今日のお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。市川さんと市川さんと遠藤さん。そうだね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとこっちやってください。こっちですかね。こっちですかね。はい、こっち打ってカメラ切り替えて、はい、これアップになりますか。はい、ありがとうございました。ゆうこさん、ちょっと待ってて、カメラさん、はい、松代は美味しい野菜の町です。こっち映して、こっち映してます。美味しい野菜の街です、ね、ちょっとごめんなさい、毎日ということで、せっかくですから松代の特産品、農産物に関わる、大丈夫、はい、なぞかけいきますよ、はい、いいですか、じゃあいいですか、はい、答え分かってるよね、もう分かんないです、何も聞いてないです、何も聞いてない、農産物何がありますか。これからの時期は長芋です。長芋ね。それから？それから？うん、それと？それと真っ白といえば、うん、あんず。あんずだね。そうだね。はい。入っちゃった、これ。入ってない？そう。あとは何でしたっけ？これは特産品じゃなくて、はい、製造の発祥の地とかでね、なってますけれども、はい、答えはこの3つ、ここに当てはめます。はい、いいですか、はい、はい、松代の特産品、初恋の思い出とかけて、かけて、あんず、そうだね、あんず、これちょっと長いな、これですか、はい、はい、めくります、はい、はい、ね、あんずとく、はい、ね、その心は、心は、あ、わかります、開けていいですか、はい、これは大体そうですかね、はい、ね、はい。
ね、ほんのりと甘酸っぱさに包まれています。なるほど、ね、はい、うまいでしょ。はい、2番目は、もっと話ししたいね、真っ白高校、真っ白高校、真っ白高校野球部の特徴とかけて、はい、長芋とか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 、黄色やってください、長芋とかね、はい、この心は赤だよ、わかんない、はい、ああまたやっちゃった、粘り、粘り強さが定評です。すごいね、盛り上がるところですからね、いいですか。松代の町づくりに欠かせないものはといえば何でしょう。はい、はい、わかりません、わかりません、はい、じゃあ黄色をください。町づくりに欠かせないものはえのきとかね、原木椎茸有名ですね、はい、ね、の繁殖の条件、ね、似たようなものがあります。はい、その答えを、はい、講師の活動が重要です。うまい。うまい。ありがとうございます。あ、こういったね、じゃあ俺もう一つ、はい、今突然に思われて、はい、考えます。滑らない。まず、松代テレビ局とかけ、はい、なんと、それ最後だ。あ、そうか、ごめんなさい。あ、そうか、ね、ゲストの皆さん、お待たせをいたしました。そうか、スタッフがあるんだ、はい、あ、今、じゃあ、最後、はい、いいです、はい、それでは、松代テレビ局とかけて、しんがらぶ、番組の最後、あ、番組の最後、またやってしまいました。どうもすいません、もう、本当に全然ね、流れ分かってないんで、すいません、申し訳ないです。お商人さんと市川さん、ね、何回目ぐらいに出ていただきましたかね。何だったかな、私はそれで今突然に振られたんで、ね、ちょっと覚えてないんです、何回ですかね、うん、はい、うん、いや、ね、お商人さんがね、ダボス行っていただいたお話でね、まあ、素晴らしい話で、意図はないですか。 あります、ね、その話をしていただきましてね、はい、市川社長にはね、涙をつけてたね。まあ覚えてますよ。いや、あれ記念に残る番組だったんですね。しゃべくりますので涙を流した。どうもですね。いや、今日はね、そのテーマが、世界をつなぐというようなことでですね、過去現在未来というようなことで、過去はね、いろいろこうそんな話ありましたけども、過去でなんかこのしゃべくりますのでなんか記憶っていうか、なんかこう思ったことあります。突然の振り方で申し訳ないんですけど。いや、突然、ね、いや、私も今突然だったんで、どうですか、社長、何かありますか、うん、このテレビ局、うん、今回ね、出ていただきまして、今回というか、しゃべくりますよ、出ていただきまして、どうですか、こういうスケールの、うん、まあ、要するにコンパクトなね、人口は約2万人弱の、この町で、この真っ白テレビというテレビ局が誕生したってことはね、これは驚異的な、画期的なことだと思うんですよね。これやっぱりだからこそ100回続いたんじゃないかなというふうに思いますね。素晴らしいことです。そうですか、そうですね、そうですか、まあ、現在ですか、現在は、まあ、今一生懸命しゃべくりますよとかね、生放送やってるんですけど、どうですか、まあ、こんな風でよろしいでしょうかね。どうでしょうか、素晴らしい ね、 そうですかね、これだけの人がみんなで協力して作り上げているわけですからね。まだまだ多分あの材料というかね、出るものはたくさんありますよね。出ると思いますよ。あと、まあ、お寺も含めてですね、松代なんかこれからどんな風にすればいいかなって、そうですね、もう全て突然振っちゃって申し訳ないんですけど、どうでしょう。でもここ数年、本当にあの松代イヤーとかね、いろんなところで、観光としては、昔に比べると、人もたくさんおいでになっているようですけども、まだまだたくさんネタになるものがたくさんあると思いますね。なのでうまくこう出し合いながら、上手にね、活性できればいいなと思いますね。ね、伝授さんもやはり七名さんですか、はい、7月ですかね、8月の、あ、8月、すいません、8月ですか、8月に、ね、ありがとうございました、やっていただきました、あれ2日間やりましたね。それで、あと、そんなところも含めてですね、何か、エレクトーンって何ですか、こっち、こっちから、あ、すごいシンセサイザーですよ、はい、
いや、すごいですね、もう言うこともよかったね。今日もあのね、だいたい噛めたなと鍵盤持ってこなかったんですかって言っていただきましたけど、ね、シンセサイザーね、まあ、おかしいね、本当にいろいろ活動、ただで音楽会っていうのは増えてきますから、ぜひともね、この間の最後にも言いましたが、鳥は宮坂さんに締めていただいてっていう会話で、ぜひともやりたいですね。ぜひまた、はい、お願いします。そんなんでね、街道もやっていただいて、市川さんもすごいよね、うん、なんか今度なんか始めるみたいじゃないですか。そうですね、寺子屋なんて始めるの、ね、寺子屋、まあ、あのいいですね、やっぱりこの町に住んでいる方と一緒になってね、やっぱり次の世代につながっていくような、そんなその試みをしたらどうかということで、いろんなことをやってるんですよ、うん、一つはあの寺子屋21っていう、要するに昔の鷹山泊みたいな、ああいうそのみんなでこうワイワイやりながらこの町をこの憂いて、しかもこの町のいいところを探ってこうよと、そういう形で寺子屋21ってあるんですが、それは何講師呼んできたのか。いやいや、先生、まあ、早い話が、我々がみんな代わりで交代で話をするんですよね。大した話できないけれども、やっぱり何かこう思ってることが発信できればいいなという。もう一つはね、実はこの町、ご存知同様とか商家の町ですよね。このね、失礼ですけれども、この本当に小さなね、2万人もならないような町でね、もうこの江戸時代からずっとこの方、素晴らしい人材を輩出してますでしょ。それで特にこの大正から昭和にかけて童謡唱歌を作ったり作曲したり作詞したりした人が、素晴らしい人がいっぱい出てますよね。でこれがこのままほっといていいんかと、まあ私は10年前にこの町に来たんですが、その10年間でいろいろ考えた結果、やっぱりこれね、この町をもっともっと楽しい町、もっと活気のいい町にするにはね、童謡や唱歌をね中心にしたその歌声を活発にしようということで、松代歌声会っていうのをうちの店でやってるんですよね。で、だいたい中高年のお母さんお父さんが3、40人集まってやってるんですが、今度、10月の26日に松代文化ホールで、長野県中からその歌を好きな人を集めて、長野県歌声サミット in 松代という試みをやるわけですね。いろいろやるんですね、はい、やっぱりそういうことによってね、例えば一人で一生懸命頑張っても、私店やってますけど、一人で一生懸命やってももう宝が知れてるわけですよ、集客のね。だけど町全体が盛り上がって、町全体がこうなんとかしようという規約が出てくれば、人が集まってくるわけですね。店の楽器はお客が作るって言いますけど、町の楽器もお客が作るんですよ。町にお客さんがいっぱい来れば、そのお客さんを見にまた人が集まるんです。お布施がそうじゃないですか。何もないです。真っ白ほど素晴らしいものがありますか。そんなにないんですよ。だったらね、やっぱりこう街中でなんかこう楽しいことやろうよと、珍しくって面白くって楽しいことやれば、それは我々が花って呼んでます。その花があれば人が集まってくるんじゃないかと。だから街中でこういらっしゃいませっていう、そのなんていうかな、おもてなしの気持ちをみんなが表現すれば、素晴らしい街になってくる。それを見に人が集まるんだというふうに思います。はい、素晴らしいですね。わあ、ありがとうございます。どうですか ね、でもそういう意味も含めて、うちのテレビ局がね、はい、いい情報発信の場、ね、になってもらえると本当にありがたいですね。先ほども、ね、申し上げたんですけど、やっぱり七面さんみたくね、ああいうものを中心になんかこの現状地ね、このご飯だけじゃなくてね、松代の中心、はい、ね、どうですか、なんか、うん、まあ、いろいろいろんな方のアイデアもね、私はもう一緒になって、お寺だけで考えているとどうしてもちっちゃくなりがちですからね、うん、いろいろこうお話をいただきながらね、一緒にできればいいですね。やはり先ほどね、社長もそうですし、ご住職もやはり音楽で通ずるところもあるんですね、うん、シンセサーじゃん、頑張ってやるんですよね。大学の講師されたんでしょ。はい、そうです、今もまあやってますけど。あ、そうですか、はい、あ、それはいいや。ぜひ今度は練習してご住職にね、シンセサーじゃんやっていただいて、ね、ですね。社長、新設アーティアあるんじゃないですか。私どもの その殿町にも丸山さんっていう、なんかな、こうノコギリをキーキーやるような、なんだっけあれそういうね、素晴らしい音楽家がいるんですよ。
この人はね、あの松井スマークの人ことをね、一生懸命あの開発っていうか知ってもらおうということで一生懸命やってるんですね。この間ある人があの東京で、商売やってる人が長野に来て、その松井スマークって人は真っ白に生まれたよって言ったらびっくりしてね、名前は知ってるけどまさか真っ白からそんな人が出てると思わなかったっていうね。つまり知らない人がいっぱいいるんですよ。いい人いっぱい出てるのに、これ残念ですよね。これなんとかね、知ってもらえるような情報をこの面白テレビさんが発信してもらえればね、いいと思うんだよね。わかりました。ぜひ希望までね、はい、ご住職なんか松戸テレビになんかこんなこと知らんのありますかね。そうですね、先ほども申し上げましたように、まだまだたくさんいい、宝物たくさんありますからね、ぜひとなんか紹介していただきたいなと思います。ぜひね、一緒に行こうはい、ぜひやりたいと思います。いいですね。次のもじゃあ誰か、伊田さんは次はこの辺が今ですか。それではいいですか、なんか話したらないことないですか。はい、いいですか。本当に、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。お願いいたします。はい、じゃあそれではいいでしょうか。はい、じゃあこちらへ戻りましたので、そうしましたら、サクテルさんの方の様子はどうですかね。ちょっと見ていただいていいですか。はい、はい、こんな感じでしょうか。はい、サクテル状況、今色塗りがだいぶ完成してきてます。はい、どんな感じですか今。どんなイメージで作ってますかね。みんなが笑顔になってくれるような書いてます。はい、じゃあそうです、もうじき完成ですかね。はい、またしてる。はい、お邪魔してすいません。はい、そうです。はい、じゃあその熊谷愛さんの愛菜さんは、愛菜さん、はい、どうでしょう。だいぶ書き進んでますけど、どんなイメージ今作れますか。6秒かかるんですよ。ちょっと真っ白1000ぐらいですね。この辺がってことですね。この辺がですね、もったいないですね。で、この丸い感じは何イメージしてるか。月ですね。だいぶちょっとずつ感じて、この辺終わったので、上げてね、まだいかない。はい、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあこちらで、はい、真正面をやっていただいて、はい、それではですね、こちらお二人、はい、ちょっと変な格好してますけど、はい、これ真田祭りでなんか使うっていうことで、私の隣、はい、鶴田智也さんね、それと太田信之さん、はい、鶴田さんはですね、風の公演だ、そうですね、それを主導してまして、ちょっと説明していただいて、そうですね、普段は、アトリエが上千歳にありまして、そこにいます。でそこで毎日絵を描いてます。はい、じゃあ信之さんの方は、僕は全国の門前で、はい、古い村を改修をして、そこで僕は広告の制作事務所を運営してます。なるほど。あれですね、真っ白の関わりっていうのはどういうあれで、この真っ白の太田さんですか。僕はそもそもは、毎年4月に開催されている
松島のベルガートフェスティバル、はいはいはい、アートフェスティバルがあるんですけども、そこのアートフェスティバルの、まあ、広告の仕事を一度やらせていただいて、はい、まあ、一度やらせていただいて、そこからの松島にあの度々来る機会がありまして、はい、それであの松島のインテーションがとても素敵で、はい、松島の人間じゃないんですが、松島と関わりたいなと思って、去年年末ぐらいから関わらさせていただいておりますが、じゃあ、松島さんも、小田さんと一緒に、そうですね、僕は最初、そこまで、関わりはなかったっていうか、まあ、出身ではあるんですけども、出てなくて、はい、で、まあ、太田さんの動きに、僕もこう乗っかって、はい、で、まあ、地元ということで、はい、で、この真田祭りというものに何か、はい、何か携われたらいいなと思って、はい、で今回、あれですよね、真田祭りに、はい、関わるという形で、はい、これが甲冑を作るということ、はい、あとお絵描きという形ですね、はい、今、こちらにかぶっています、はい、甲冑をですね、はい、これ、鉢なんですけど、100円ショップでも買う鉢です、鉢こっちが子供のヘルメットですね、うん、これは丸山一平さんとあの甲冑を作られている方に作り方をね、うん、習いまして、うん、まあ、ちょっと僕らなりにちょっと簡略化はしたんですけど、うん、ちょっとこういうものを作って、はい、で、ちょっとここに出てますけど、こんな感じで子供がかぶるんですけども、うん、これで終わるんじゃなくて、そこに絵を、あ、この黒いのは下地台なんで、はい、ここにいろんな色を載せられるんで、はい、お絵描きをして行列に参加する。じゃあ、スーさんがこれを教えてあげてっていう形ですね。はい、わ、はい、かりました、はい、で、ここでやるのを街歩きセンターでやるかなっていうような話でしたよね。そうですね、うん、これ今募集かけてるんですか。そうですね、はい、実施日は10月6日なんですけども、はいはい、募集はもうこれ順次はチラシを持って回るんで、ね、いろんな幼稚園、幼稚園小学校ですね、はいはい、回って、はい、この裏が普通用紙というか申し込み用紙になってますんで、そうですね、なるほどね、はい、ここにじゃあ回っていったら参加できるんであれば参加していただきたいということですね。定員が30名までなんで、じゃあ早めにっていうことですか。早めに、はい、ありがとうございました。じゃあこれからの真っ白に関わっていくことをどういうふうな関わりを持ったらいいかっていうのと、まあ、未来的に真っ白テレビの希望っていうかね、どういうふうな形でできればいいかなって何かありますか。そうですね、なんかまたいろんなこの真っ白の中でいろんな人が出てきて、はい、いろんなこう番組を各自持ってたら面白いかな。お漬物のこう漬け方の日とか、あ、絵本の読み聞かせの日とか、なんかいろんなこう番組が出てきたりしたら面白いんじゃないかなと。ああ、なるほどね、はい、じゃあ、太田さんはどんな感じでしょう。はい、うん、あと、まあ、さっきのこちらの甲冑ワークショップの話で、戻るんですけど、うん、まあ、そもそも、まあ、まあ、なぜこんなことをしようかなと思ったのは、10万石祭り、はい、含めてなんですけども、はい、まあ、新しいね、松代って僕がこう外から見ると、いろんなコンテンツが多くて、はい、すごく魅力的なので、はい、で松代ってこれだっていうのは特に一言で言い表わせて、あ、難しいよね、で言い表で逆にそれが良くて、じゃあ松代って、はい、今 の状況ってもう少しこう、はい、層がね、観光の層がもう少し高めなんですよね、はい、結構高めなんですけど、はいはい、まあ、松代の土地柄はやっぱりいろんなこのコンテンツがある、いろんなレイヤーがあるっていう意味で、新しく子どもの層、うん、子供のコンテンツ、うん、子供を受け入れるっていうか、こう新しい層っていうのを、まあ、松代に入れてみてはどうかなと思って、今回子供っていう色付けで、はい、企画を考えています。私の今後 の展望といいますか、今後 の未来といいますか、僕らが、まあ関わらさせていただくとすれば、はい、やっぱりこう新しいこう子供たちが、うん、その松代の歴史を知ったりとか、まあ、こういう形で松代の歴史を知ってもらったりとか、うん、松代の良さと、はい、いうものをこう子供たちの時からこう伝えられたら、より松代がまたこういろんな世代が楽しめる、はい、素敵な街にさらになっていくのではないかなと思って、参加します。参加します。あ、そうですね。
じゃあこのまた真田祭りのこの発注作り、はい、たくさん来て参加していただければ本当はいいですね。そうですね、たくさんの子どもたちが参加していただければ、はい、すごくいいかなと思います、はい、なるほどね、分かりました、はい、じゃあ四松さん、あれですね、今度はそうですね、どうする、あのちょっとスタッフの紹介をして、あ、すみません、はい、あ、了解です、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、頑張ってください、はい、はい、それではですね、我々松戸テレビ局のスタッフの、ね、皆さん、まず撮っていただいている片桐さん、片桐部長こちらでくださいね、はい、自分のほう、はい、じゃあ私が撮りますわね、はい、はい、いや、本当に、100回で、ね、こちらで宣伝できると思います、はい、やっぱりカメラもね、緊張しますね、はい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 、じゃあよろしくお願いします、養成講座で勉強させていただいて、去年の12月から、松代テレビに入れていただきまして、それから YouTube で撮ったのを上げていただいて、スタッフの皆さんに上げていただきまして、数本になりました。本当に感謝しております、ありがとうございます。おめでとうございます。私は何もできなくて、お隣にいます湯本さんに1人プラス2分の1でお世話になっております。ありがとうございます、おめでとうございます。2年間でもっとこんなにすごい番組が作れるようになったのは本当に驚異的だなと思うんですけど、すごい頑張ったなと思って本当におめでとうございます。顔を出すのはちょっと恥ずかしいんですけれども、本当に100回いつの間にという感じで、本当にありがとうございます。皆さんの頑張りが本当に良かったと思っております。はい、それでは、はい、はい、出ました。
出ましたって出ましたって怪物じゃないんですよ。出ましたあれ技術部長の福井です。今ちょっと充電して、ここの場所から離れられないんですけど別にあの意味なくここにいるわけではありません。100回おめでとうございますって、ね、なんか 変かな。変ですね。そうですよね。私のおかげでだろうと、ね、私のおかげに100回です。今日もちょっとね、あのスタート泣くはめになるかなと思ったんですけど、はい、何度か放送できて、はい、よかったですね。はい、はい、ありがとうございます。通常なんかできないんだよね。そういうこともないと思うんですね。なんか本当に先ほどもね、触れたんですけども、福井さんいなから行きなければね、これ100回までいかないしね、そもそもこのしゃべくりマッチョできなかったもんね。ね、そうですね。はい、はい、来ました。はい、はい。それでは、あ、俺もいいんですか。はい、あ、100回目、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、どこを見たらいいのかな、とか言って。100回目、やっぱり真っ白のこう広がりがこうテレビでこう見えてくるっていうのが実感してきました。これからもますます発展してもらいたいと思います。はい。今度は、なんか、戻ったっていうのですね。はい。それでは、スタジオ、あ、ここのスタジオか、ね、そちらに返します。どうぞ。テレビ局みたいって、テレビ局みたい、ここね、はい、そうだよ、なんちゃってテレビって言うんだよ、はい、なんちゃってテレビ、はい、いやいや、いいんだよね、マイクこれでね、はい、お待たせしました。先ほどどうもご紹介をいたしました清泉女学院短期大学、GCDF ジャパンのキャリアカウンセラー森田安信先生、ご紹介します。よろしくお願いします。ありがとうございます。あるときは、ね、レディーガガ、あるときは装飾とかしたもうそれネタついて、はい、ご存知のように昨年の、秋口でしたかね、完成ということで、国際コミュニケーション科の2年生の生徒さん、学生さんが、数人で松代町の、町歩きのコースを設定していただきました。そして、カレーから始まって、長芋ドリンク、すっきり長芋も開発をいただいて、発売に至ったというような経緯でございまして、その説大変お世話になりました。はい、その後、学生さんたちはいかがですか。そうですね、まあ、卒業はしましたけれども、まあ、この経験はすごくいい経験だったと思いますので、まあ、会社等々で大変なことがあっても頑張って乗り越えていけるんじゃないかなというふうには考えています。そうですね、はい、はい、また松代の方へもまた卒業されてからもね、そうですね、来られるかと思います。現在はその後学生さんは引き継いで、はい、違う別のエリア今ご活躍もされてはいます。あ、もちろん中でももちろんありますよね。はい、はい、そうですね。やってますが、おかげさまで長芋ジュースも順調に、押し売りをしております。押し売りはしてませんけど、順調に発売させて、おかげさまで大人気になっております。で、やっぱり長芋の意外な味、今長芋自身は味がないんですけどね。はい、工夫をさせていただきながら飲みやすいということで作り上げました。引き続いて同じ料理組合 のゾーンさんということでスイーツの開発をね、していただいております。はい、そうですから、これから、時間もあれなんで、将来的にですね、はい、町に期待すること、あるいはまたお手伝いをいただきながら学生さんの力をね、またうちの方にしないといけないと思っておりますが、何かいいご提案とありましたらぜひお聞かせいただければと思いますが、いかがですか。そうです、まあ、非常に松代町の皆さんにお世話になりまして、学生の教育にも非常に役立ったんじゃないかなと思っています。で、今まではこう一つ一つの食事というか商品だけを考えてましたけれども、例えばその山に登った時のおにぎりとか、海の家で食べるうどんとか、どこで食べるうどん、海の家で、ああなるほどね、松戸でなくて、松戸でなくて、まあ、ではシチュエーションですね、状況とか体験で
やっぱ食事の美味しさというのは一層倍増しますので、そういう意味では単品の単独の商品開発からまあ一歩進んで、まあ、どういう雰囲気で食事をするのかとか、どういう経験をしてもらうのかということを、まあ、トータルで考えられると、まあ、松代町ももっと盛り上がるんじゃないかというふうに考えます。そうですね、あの私もあの料理組合の役員を、まあ、現在しておりますが、40数件あの会員がおります。でその中であのこちらの町焼きセンターも来月からあの新しい方へ、引っ越ししますが、ここの場所を使ってですね、あの飲食 の, あの許可も取りました。つまりあの飲食店の仲間入りということで、先生が今おっしゃっていただいたような、あ、一般的な食堂で の, あの食事をしていただくということの他に、こういったあの人がたくさん交流する場所でですね、どういったものが提供できるか、またあのそれからご提案を提案をしていこうと思うんですが、よく聞かれる話が、あの松代の町でなんか食べるものがあまりないなというような話がよく聞かれるんです。まあ、あのこちらの選対長からもご協力いただきながら、この場所をアンテナショップ的なあの使い方もねしながら、ぜひまた町の町にもこういったあの食べ物がたくさんあるんだよということもね、お知らせをしていければというふうに思っておりますので、またその説明学生の あの若い方のご意見もいろいろお聞きしたいと思っておりますので、ご紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。短い時間でしたけど、忙しい中は、はい、こちらありがとうございます。頑張りながら引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。街歩きの、ね、いろいろあのシステムを、はい、すみません。じゃあこちらへお願いします。はい、そうしましたらですね、こちらあのお二人いらっしゃるんですけども、今回はですね、松代でこういう信州松代街歩きなる、これがですね、10月1日から、松代で、稼働いたします。これについてですね、今日はお話を伺うんですけども、長野商工会議所のですね、中小企業政策委員長でありますね、岩野明さん、それとですね、これをあの作るあの作っていただく株式会社ビークスの吉田さんに今日お二人に来ていただきまして、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、この岩野さん、あのこれ作るっていうきっかけはどういうあれだったんですか。そうですね、あの、はい、新幹線が廃止するということで、はい、私どもの委員会で何かやらなくちゃいけないねということで、であの私ども商会所でいろいろとあの京都行った時にも銅山先生のお墓があったり、はい、で松代ってすごいコンテンツがたくさんあるんで、ぜひこれをあの観光に生かしてもいいという思いで、はい、でいろいろ考えたんですけれども、あの結局はこの若い人に来てもらいたいということで、スマホのアプリを作ろうということになりました。なるほどですね、はい。じゃあもう早速ですけど、その吉田さん、今までやってきたあれで、ね、ちょっと見て、ね、説明していただければと思いますので、よろしくお願いします。まだ公開前なんですけれども、はい、一応あのこの、iPad に、その情報を入れて持ってまいりました。もうちょっと起こしてもらえますか。起こしてくれますか。はい、で10月1日になりますと、iPhone でも Android でも、ダウンロードしていただいて、アプリを使っていただくことができます。アイコンはですね、このこういう感じなんですけども、まあ、これをダウンロードしていただいたとして、これをスタートすると津村さんというスタート画面になります。松代街歩きナビということで、スマートフォン用のアプリになります。なのでスマートフォンをお持ちの方は、ダウンロードできますので、普通の携帯しかお持ちでない方はぜひスマートフォンをこの機会に買っていただきまして、ダウンロードしていただきたいと思います。でこれが最初のホームの画面なんですが、例えばこう街歩きに、あ、松代についてというボタンを押しますと、
ホームページですかね、はい、松代の町の生い立ちですとか、こういったことが、まあ、説明で出てきます。で戻りまして、例えばじゃあ松代へ行くにはどうすればいいんだろうかということで、遠くからの方もこの松代についてというボタンをタップしていただきますと、松代の町への道案内ということで、町代の町にどうやったら行けるのかということで、地図と細かい行き方、それから長野の駅に着いた方には、そのバスの乗り場ですね、こちらの細かいご案内も言えるようになっています。で高速道路から、車でお越しの方はこのような感じということで、遠くから来られる方もこのアプリを見ながら聞いていただくことができます。この街歩きナビのメインはですね、イラストマップになります。このイラストマップなんですけども、真っ白の街の案内図が、マップになっています。でこちらで、行きたいところ、例えば真っ白城にこの提灯がいっぱいついてるんですけども、その提灯の、ところをタップしていただきますと、その、提灯がついてる場所の案内が出てきます。でこれをもっと拡大して見ようとすると、その真っ白城の具体的なご説明がこういうことで、歴史から、公開時間、それから入場料とかですね、はい、お問い合わせの電話番号とか、ホームページなんかも見ることができます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、 あとはじゃああれですね、10月1日そうですね、はい、ぜひ皆さんで見ていただければと思います。わかりました。はい、どうも今日はすいません、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。じゃあ引き続いて、斉藤さん、はい、すみません、お願いします。はい、はい、じゃあ続きましてですね、こちらも今度お正月ですね、年賀状の発売という形で、はい、今度はですね、真っ白地域振興情報通信懇話会の会長の、はい、会長の斉藤でございます、はい、真っ白テレビ、これは私どもにとってやっぱし親戚みたいなものになるなと思います、はいはい、私のところは旧メディアを使っての情報を、はいはい、と流しているというようなこと、はい、まあその他にいろんなこと、ニューメディアに向かってパソコン教室をやるとか、それから真っ白を宣伝するために、ビデオを作って、そして観光ビデオを作って、それを皆さんに買っていただいたりなんかして、これはですね、儲けるっていうことはないんですよ。みんなご寄付をいただいたり、それから、役員の人たちがお金を出したりしてやってるんですけれど、その中の一つ、ここにありますように、ふるさとの年賀はがきというのをやってます。でこれはですね、非常に評判が良くてですね、毎年作ってるんですけど、まあ1万とか2万とかそのくらい作るんですが、みんな売り切れております。で今年はですね、どういうものかというと、はい、ここにありますように、真っ白の情報をここへ載っけるわけです。でこれは会員の人たちが、いや他の方々も買いましてですね、おはがきを出してきた。これは非常に宣伝としては効果的なんですけれど、今年なっておりますのは、一つは嵯峨野の菩提寺の彫刻寺、はい、彫刻寺ですね、はいはい、ここにありますように、はい、真っ白の歴史を語る
投稿劇ということで、はい、まあ、なっております、はい、これも一つの宣伝ですけれど、はい、もう一つはここにふるさと情報というのがあるわけですが、今年おもてなしの真っ白手形というのを発行したわけです。でこれについて説明を申し上げると長くなりますのであれですけど、これをもって真っ白を見ていただくというので非常に価値のあるものです。はい、分かりました。じゃあこれを出す、はい、それからですね、流しみなの、流しみなの、はい、おひなまつりの、はい、それから大名行列ですね。ここらをふるさとの名物としてですね、はい、いつやるかというとやっております、はい、で今これは会員がみんなでお金を出して使っているわけですけれど、もう予約が始まっております、でこれはどなたでも買えるわけです。で本当はですね50円では非常に大変なんですけれど、50円にしまして、そして皆さんにたくさん買っていただいて、どんどん出していただいて、真っ白のニュースを出していただくというようなことで、はい、行こうということでございますが、どうぞ皆さんも買っていただくようにお願いいたします。じゃあ一応申し込みがですね、松代町焼センターでもやっておりますし、これ期間が10月31日までという形ですので、ぜひまたよろしかったら申し込みをお願いいたします。それから一つだけね、はい、非常にいい話をこの間私聞いたんですよ。東京から電話かかってきてるんですね、そして私、まあ斉藤って言うんですけど、元気に活躍してるようですねっていう話、多分ねこのテレビに出たのだと思うんです。あるいは音楽会を、僕の美術館では音楽会なんかもやりますけど、それが出たのかもしれませんけれども、ね、東京からいきなり電話がかかってきたんですよ。で真っ白っていうことでね、聞いてみたらね、真っ白にテレビがあるって、それを見えたところが私の映ってたってんでね、これはもうこれからそうですね、東京まで行くわけですよね。東京だって世界なんですよね。世界だ、世界だです、ね、はい、見てくださるからもう東京でも見てるんだということでね、はい、これからますます、はい、やっていただけるように、はい、どうもありがとうございます、はい。じゃあそれではサクテルさんに聞きたいと思います。今どんな感じですかね。完成間近、今なんか100回おめでとうとかね、絵に入れてくれてますね。どんな感じですか。それでもうそろそろって感じですね。はい、じゃあ最後にもう一度完成を、あとどんなイメージでしたか、答えを聞きたいので、ちょっと考えてください。はい、はい、アイナさん、アイナさんどんな感じですか。大丈夫です。完成に近づいてきてますかね。そうです。私この白黒バイクに入ってます。ちょっとイメージ的に思ったのですが、月に もうじき最後になると思うので、最後仕上げをしてもらって、もう一度最後聞きたいと思います。またちょっと考えてみてください。はい、では以上です。はい、はい、あっという間ですね、はい、2時間切り替えはあんまりうまくないなって思いました。スイッチングじゃなくてね、まあ、全体グダグダしてるなって感じがありますけど、まあ、それはまた20かって面白い。いや、褒められたんだか、減らされたのか分からないな。褒められたんですかね、やっぱり。はい、はい、ありがとうございます。残り20分ということで、そうですね、はい、ちょっと15分ばかり
まあ、お話し進めさせてもらいたいと思いますが、大きく3つお話したいなと思っていて、で1つはね、いや すごいなと思ってるわけですよ。で100回もね、毎週1回15分のライブ放送で、ライブ放送って放送じゃ一番難しくて、でとにかく事故も起こるし、で成立させることは難しいんですね。で最初に私しゃべくり祭りについては一回も手伝いしてなくて、でただ15分でやった方がいいっていうアドバイスだけはね、うん、させてもらったんですよ。で15分って時間の使い方って結構短いですよね。でだし、ケースから言うと長いし、でちょうどいい時間なんですよ。でこれを100回やられたってのはすごいと思うし、まあ、2時間それを応用すれば簡単にできるわけですから、まあ、そういう意味ではもう自軸がついてるし、で変な話ですけど在京のテレビ局とはまだ行きませんけどね、本当 CATV 並みの技術力がもうついてるということは間違いないというのもあります。でその上でね、この放送が残るということを前提に改めて、ね、お話をさせてもらいたいのは、そうは言ってもですね、皆さんの努力だけでこれができているかといったらそうじゃないわけです。で一番はですね、やっぱり技術なんですよね。インターネットっていうものが90年代の頭に登場して、でそのものすごくそのすごいパワーをですね使わせてもらってるわけですよ。でその技術者の方がでそれをこちらにこう引き寄せる形でね、で使ってる。もう具体的に言うと、ユーストリームっていうストリーミングサービスが出る前は、多分この2時間でですね、ストリーミングを変えると30万か40万ぐらいしたと思いますね。でそれ2005年ぐらいのレベルでそうだったと思います。でそれがただで誰でも使えるようになったっていう革命が起こって、そのこう、まあ、インフラの上にですね、我々が放送をさせてもらっているというのが一つありますし、でそれをただそうは言ってもですね、放送でカメラ、それからスイッチで音声でパソコンでそれを統合して言うと、まあ、ストリーミングサービスするっていう、もうこれだけのスタッフがいないとできないわけです。でそれも技術人が揃ったっていう奇跡があって、これ成立しているってことが一つありますよね。でもう一つね、もう一つ大事なことがあって、これは住民ディレクター去年の、秋に養成講座をしましたけども、その住民ディレクター活動というのがやはりあって、それは実は岸本明さんという方が90年代の後半に、これはもう放送をね革命児なわけですよ。で放送というものがですね、高校なんですよ。県民、熊本県民テレビにいらっしゃった。それで自分が伝えたい番組を作ったつもりで、昼間はそう言ってくれるんだけど、夜に飲みに行くとね、で岸本さんは聞くわけですよ。で、まあ、そこはあげんじゃなかったという、で要は批判の言葉が返ってくる。だったらね、その住民たちにマイクを持ってもらおうというところから住民ディレクター活動が始まって、でそういう意味で放送をですね、本当にこう引き寄せるという活動を長い間してくれた上の、そういうノウハウを我々に使わせてもらっているということがあるわけですね。ですから改めてこの2つにはその感謝をすべきだというふうに思います。でその上でね、私はですからそれが定着して、マスロテレビ100回記念になりましたというところをちょっと解説をさせてました。ね、ちょっと長かったんですけども、なんで続いたんですかね、100回のね。ここはね、ちょっと内側から外側からいろいろ聞いてみたいと思ってますけども、はい。先生が答え出してくれじゃなかったっていうこれはね、継続は力ないじゃないですか、ね、でとにかくね、100回続いたことの凄さっていうのは、まあ、分かるんですけども、なぜ続いたかは分からない。それは宮坂さんはどう思います？いや、気が付いたら100回出てましたね。はい、よくテレビあるじゃないですか、どうですかって聞いたら、ポツ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 やってください、ね、日本橋さんポツポツやってましたね。ポツ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 、はい、以上。皆さんは、はい、ね、私はね、やっぱいろんな、まあ、町歩きセンターにいるので、はい、まあ、いろんな方が来る。でその情報を仕入れて、まあ、その人やってみようかみたいな形ですね。まあ、そういう、まあ、ちょっとここにいるので、そういった情報を仕入れられるという形ですね。でまあ、なんて言ったらいいかな、その
やっぱり100回とまでは言わないけど毎週毎週なんとかやっていかなきゃいけないなっていうのがありましてね、うん、でやった後皆さんとこうやって話して、うん、ああよかった終わった、うん、ありがとうございましたっていうその、うん、なんていうかね、その気持ちよさっていうのが、ね、うん、それがあってやっぱり、ね、続いてる気持ちよさね、うん、あのやっぱりこう非常に緊張しますよね、で特にその時間が決まってるじゃないですか、うん、だからその時間の中に収めることの難しさってありますよね、はい、それが終わった後のこう開放感って、ね、たまらないと思うんですね、まあ、結局ね、その何回か、まあ、2、3回行ってやっぱりをやるわけですね、うん、でその中である程度相手の人と私らコミュニケーションが取れてるという形で、はい、まあここでもってぶっつけ本番やるわけですけど、うん、まあそういったその終わった後のやっぱりお互いに、あ、よかったよかったっていう感じ、うん、それはやっぱり一番いいですね。なるほど、はい、岡山さんはあれですよね、どちらかというとこうちょっとこう俯瞰的な立場から、はい、こうマスコミテレビをこう、まあ、最初はあの、まあ、器を貸していただく気、うん、あとこう側面支援するような形 で、はい、でもちろんあのゲストとしてもパーソナリティとしてもお目になってらっしゃいますけど、どうしてちょっと三田さんと、まあ、宮坂さんとは離れた立場から見て、はい、なんで続いたんですかね。やっぱあのメンバーが揃ってきたっていうのもあるし、うん、固定メンバーじゃなくてやっぱ常に新しい人たちを受け入れながら、うん、刺激を我々自身も受けながら、うん、そこでこう進化していくと、なるほど、そのがあると思うんですよね、うん、メンバー限られたメンバーだけでやってるとやっぱりこう飽きてしまったりとか、うん、途中で忘れしたりとかあるんですけど、はい、まあ、コアのメンバーがいながらもなおかつ、うん、新しいメンバーが常にこう出入りできる。なるほど、なるほど。でその中でお互いがまあ刺激を受ける、はいはいはい、街づくりそのものがあるんです、ね、なるほど、なるほど。あの、まあ、僕のね、感覚からするとね、今の神さんの話に非常に近い感じを持っていて、あのね、なぜ続くかは分からないんですよ。ただね、生き物のような気がしてるんですね。ですからあるその、なんていうんですかね、独立したこう活動体みたいになっていて、一種のまあ、あのいろんな細胞が集まった生き物 でそれが何だか知らないけどね、あの1サイクル、2サイクル、3サイクルっていって、こう自立しながらこう、まあ、持続してるっていうか、で生きるってとか、あと生き物のね、その生物の定義ってそういうことらしいので、なんかこう生物のような、ですから、まあ、なぜあの生きてるかって人間もよく分かんないじゃないですか。ただこう生きてるっていうか持続して、でそれがやっぱ新陳代謝が起こって、であの常にこう新しい姿で、あの、まあ、生きているというように、ね、外から僕なんかが東京から見ていると見えます。だからそれが特にその真っ白の街のですね、まあ、先人たちのいろんな活動、まあ、加山さんをはじめですね、に何かこうあれですよね、あのなかったあのカラーもね加わって、まあ、そういう意味でも街に生き残れたっていうか、いう感じもしているんですけど、そうですね、あのね、いや、私ね、その難しい先生のことは分からないんですけどね、私ね、あのやはりね、ここで、こちらのね、スタッフのことを、ふむちゃん、ちょっと見てる方にね、申し訳ないんですけども、やはりね、スタッフの皆さんね、特にその技術人ですね、皆さんが熱意、そうだと思うんですよ、二本松さんにしろ、カメラのね、片桐さんにしろ、松さんですよね、これから佐川さんもね、皆さん、福井さん、もちろん福井さんいなければできなかったんですけども、そういう方たちの熱意、もちろん、ね、三田さんもね、ちゃんとあのここをね、あの会場作りしていただいてね、もう本当に大変だと思うんですけども、やはりここでね、100回記念に皆さんに、世界に対してね、この皆さんのね、この褒めちゃちょっとみっともないんですけどね、やはり気持ちの中にはね、やはりそれが一番ですね、あの見てくださる方、もちろん、いなければね、できない、ゲストもいなきゃいけないけども、特にね、この皆さん、スタッフの皆さんが熱意でここまで来たと、で、俺感謝してるんですね、あ、俺なんじゃいけないですけどね、私本当にあの感謝してるんですね、これ本当にお礼言いたいものなんですよ。なるほど、ね、そういうことですね。じゃあ俺は最後に言うことにして、そうですね、はい、はい、ぜひですね、ここで披露していただきたいのはそのメインテーマですね、はい、はい、あら世界になんとかってありましたよね。でちょっとあのもう一度こうメインテーマを披露していただいて、メインテーマその意図するところを、意図するところはあれ最初の時に丸田先生が説明してくれるって話じゃないですか。いやいやいや、もうこの意味をもう聞きたくて聞きたくて、いや、私あの丸田先生にお聞きしたくて困ったんですけどね。世界になって、ね、はい、はいはい、世界をつなぐ、はい、虹色の架け橋、はい、すごい説明お願いします。綺麗な言葉ですね、はい、どう世界、はい、
世界ってのはどういうことですかね。ねえ、それは誰に説明するんですかね。伊田さん、先生が説明してくるじゃん。世界、うん、はい、あの、ですかね、あの、マッシュルテレビ、世界行けますかね。はい、行きます、行きます、はい、どうやって行きます、そうですね、ヨットからなんて言いますかね。ヨット、なんかあれですよ、自転車で行ってましたよね、はあ、自転車で、そうですね、はい、まあ、ヨットからなんかね。じゃあ、電波で行きましょう。電波で、うん、電波で行っても、はい、でもこのさっきあれですよね、あの日本松さんの説明で、うん、カナダ、アメリカのあたりで、うん、あの見てらっしゃる方いる、はい、だけどこれ日本語で喋ってるんですよね、うん、だから英語でしか多分わからないので、うん、日本人ですよね向こう、うん、多分、ね、はい、可能性あります、うん、だからあの海外にいる真っ白出身者とか、うん、真っ白応援団には、うん、まあ、届くかもしれない、うん、ただなかなかね、その言語を変えないと世界っていけないじゃないですか。そう、どうします。え、はい、いや、すいません、今ねさっきで、ね、ノマさんのね、はい、マスルテレビかけてって、今一週ぐらいかかるフライからどうしようと思ってた、はい、また早いはい、もう時間あと10分なんで、ノマさんに多分振られるんじゃないかと、なるほど、ね、どう答えたらいいか、頭の中それでいっぱいで、これ どうですかね、こうメインテーマ、あのやっぱりね、何らかの意味があるんじゃないかと思うんですよ。で、まあ、100回が今日なんでね、で200回、まあ、1000回、1000回やると何年後ですかね、すごいですよね。1000回やると20年後ですか。20年後ですよね、はい、20年後、はい、やりますね、20年後。20年後やってる、ね、皆さんいますよ、まだ、はい、20年後もう元気で、はい、片桐さんなんかまだまだ元気でいますね、うん、あそこでいるじゃないですか、90出せんだって。であの多分ね、あの宮坂さんの思いがあって、そのメインテーマ世界に向かってって話だったと思うんですよ。加山さんなんかどうですかね、あの100回は。そうですね、あの松代はやっぱり世界に向かって発信できるあのコンテンツっていうのは底力みたいなのものすごくあると思うんですね、うん、それを、うん、やっぱりこの松代テレビ局を通じながらですね、発信ができるかなという、うん、まあ、世界をつなぐという意味で、ね、うん、また虹の架け橋というところで、まあ、その思いをやっぱりこう場所提供を通じながら、映像を通じながら世界に発信できるんじゃないかと、うん、またしていきたいですね。そうですね、うん、まあ、真っ白思ってるその資源っていうのはこう、まあ、世界級っていうんですかね、うん、まあ、そういう意味ではあの世界に持っていきたいところではありますよね。そうですね、だからまあ十分ですね、はい、力は、だからもう本当にやるんであれば、あの具体的にこう何ですかね、やっぱり言葉のこともちょっと考えてたら面白いかもしれないですね。あとね、もう一つあのこれが思ったんですけど、僕なんかはね、真っ白と世界ってちょっとまだ遠い気がするんですよ。だから300回ぐらいから目標としては、だから200回としてはね、むしろ僕が真っ白に、まあ、携わってもう2、3年になるんですけども、特に思うのはね、ま、あの昔がイメージしやすいって、100年前ね、真っ白どうなったか、まあ、もちろんすぐにイメージできるし、100年後もイメージできるんですよ。真っ白は真っ白、100年後どうなってるかっていうイメージが非常にクリアに持てるんですね。で、ところが東京100年後どうなってるかって分かんないんですよ。でそれに比べると多分200、300年先って読み通せると。で例えばね、この真っ白テレビっていう、まあ、この番組とかあとライブ放送が江戸時代にあったらどうなる、どうだったで、自分たちの祖先ですよね。で必ずその番組のアーカイブって見たんじゃないかと思うんですよ。で同じようにね、で今回もう100本の、少なくとも 100本以上のアーカイブができてる。これは100年後にね、こう必ず見られると思いますね。で我々の子孫は絶対この番組を見ると思うんですよ。で一体ね、どんなことをやってたのか、むしろね、雰囲気をね、あの見たがると思うんですよ。100年前っての平成のね、頭の時代って一体どんな雰囲気だったのか、どんな服装を着て、で、あの白髪混じりのですね、おじさん4人がどんな話をしてるかっていう、それがね、やっぱり時代の雰囲気っていうのを伝えるし、でまさにこう自分の多分ね、あの血のつながった祖先が喋ってるっていう、
ことでものすごく、ね、注目してもらえるっていうふうに考えますので、ね、普通には僕なんか素直に考えると真っ白の場合は世界っていうね、その未来っていうかね、時間のね先の方が読み通しやすいというふうに思うんですよ。そういう意味でね、まあ、世界だけじゃなくてその未来に向かって、むしろねこの番組っていうのが、まあ、2時間番組でようやく終わろうとしますけども、100年後とかね1000年後の真っ白のね松江 の連中にですね、まあ、届けるんだというようなね、はい、あの思いをはい、ライブ放送中に電話が届いてね、でこういう禁じ手を、まあ、それはあの笑いの一環として5分前に仕掛けてくれたのかなと思うんですけど、ありがとうございます。ちょっと汗かいてね。ということで、で三田さんにね、最後お聞きしたいんですけども、はい、あの三田さんはやっぱり松江というのは父親にこう縁の下の力持ち、ね、で宮坂さんは表の顔と、まあ、あの裏で支える人で、その留置地を束ねるっていう意味では鬼の要なんじゃないかと思うんですよ ね。で現実を見据えてって言うんですかね、はい、やっぱり次は200回だと思うんですよ、はい、200回はもうちょっとこううまく短くやりたいですよねということでね、力はするだけなんですけど、三田さんどうですかね、意気込みというか現実的なその200回を目指して今、だからね、まあ、今も宮坂さん言ってましたけど、やっぱある程度もう技術人にはもう本当にお任せで OK なんです、うんうんうん、であとはやっぱりその、まあ、だんだん育ってきてるのでね、技術バトンタッチができる、あとパーソナリティもまた増えてくる、うん、でそうなるとある程度のやっぱりその真っ白にたくさんそういうその取材する場所っていうのね、そのゲストがたくさんいるんで、うん、そうするとだんだん回るようになる、うん、そうするとやっぱり数が増えてきてっていうことで、まだまだいくらでも掘り起こしができて発信はできるかなと、うん、まあ、それは楽しみです、ね、はいはい、あとパーソナリティ200回記念の時には何とか2ぐらいどうなりますかね、はい、頑張って若い人たちも入ってきて、そうですね、若い人たちも中心に、はい、まあ、できるだけ本当引き入れて、はい、みんなで楽しくっていうのは、そうですね、はい、2年半後また200回記念呼んでください、ぜひ、じゃあこのままじゃあ宮坂さんに、はい、お返しします。それではですね、はい、全員こちらの方に来ていただいてね、最後に一言ずつゲストの皆さんもねこちらの方に来ていただいて、ご住職もご住職カメラそっちにじゃあもう少しバッとしてご全員じゃあこちら、いや全員こっちに来ていただいて、それでは作寺さん完成、完成しましたかね。今ね、このマイクだけ生かして、ほがついたって。100年前に生かしちゃったけど、1枚だけ生かしたほうがいい。1枚だけ生きてきたんですよね。それでおばあさんに聞いたのはまた100年ぐらい前の話だけど、200年前のことは分かったんですよ。OK。なるほど。OK。はいはいはい。どうぞ。あ、映ってるね。どうぞどうぞ。はい、完成しました。はいはい。どうですか？完成したら映ってましたね。はい。出来具合をちょっと見せてもらって。そう。はい、それでは完成したプデルさんに、感想とイメージを聞きたいと思います。あれできたやつ、はい、これからの松代をイメージして描きました。今の松代は、世間に若者が行ってしまったりしていると私は思うので、これから先おじいちゃんおばあちゃんやお母さんやお父さんお母さんやこういった老若男女が笑顔、老若男女が仕事して笑顔あふれる松代であってほしいと思ったことと、2年中城に文部学校が書いてあるんですけど、そういう歴史のものはちゃんと
残してあって、家電も残してあって、私はこのままの雰囲気の持ち人が好きなので、このままで、それでは今度続いてアイナさんに聞いてみたいと思います。白黒で色なしで鉛筆でささっと2時間で完成してもらいましたが、イメージと感想をお願いします。タイトルは自然ってイメージで書いてます。これは真っ白はやっぱり自然豊かで、まだ神社とかそういうところに行ったりするとやっぱり街とかそういうところやっぱり綺麗にね、あの緑を保っているんで、それは今もういつも大切に、歴史も大切に、まあ、見てほしいっていうことで意味してみました。月の中に六文銭と武士がいてって感じ。そうですね、鳥はその方面にね、まあ自分、この自分っていう風に鳥をイメージしてもらえれば、まあ、その歴史に向かって飛び立つ姿をイメージして描いてみました。なるほど。白黒も私大好きなので、すごくなんか真っ白が表現されてるなと絵を見ててすごく思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、じゃあ、来て入りましょう。ちょうど文庫さん切れてるんです。ちょっと入ってない。それ、クラフィさんのあれかや。どっちいっぱい入ってます。それ、もうちょっと。クラフィさんの入ってない。どっち、クラフィさんのところと、こっちは、こっちがいっぱいだね。ちょっと石川に着替えてある。ここはもう、あ、そうです、それでいいや。ああ、それでいい、黒子なんで。これぐらいな。はい、出して。じゃあ皆さん、来ていただいて。うん。はい、いただいて。じゃあ、まずちょっと一言って言いましょう。はい、書いてないです。一言って言いましょう。もう、書いてない。もう、時間ないんで。もう3分もするんで、はい。はい。真っ白テレビがますます発展することを記念いたします。はい、待ってます。そのまま、はい、はい、これからも楽しい放送を期待してます。スタッフの皆様ご苦労様で本当にありがとうございました。また末永くよろしくお願いいたします。今日は呼んでいただいてありがとうございました。また200回目も読んでいただけるように私も頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、おー、まあ、マイク、うちのマイクで全部あります。はい、はい、入ってますか。また200回目ぜひ僕と太田さんで遊びに来ます。はい、よろしくお願いします。はい、片桐さん。はい、どうも皆さんお疲れ様でした。無事100回、使用料に、なりました。お疲れ様でした。これからもね、今お話の通り200回に向けて、一緒に頑張りましょう。はい、よっ、よっ。来週も見てくれるかな。はい、200回に向けて、微力ながらまた協力したいと思います。よろしくお願いします。どう、今日は若い人もいて元気いただきました。ありがとうございました。頑張ります。お邪魔虫にならないように頑張ります。200回楽しみにしています。
5人で始めたねこのマシオテレビ局がこんなに大きな輪になって本当に嬉しいです。はい、また頑張りましょう。はい、ですね、まあ、八田のおばあちゃんから、若い方まで本当に何ですかね、こういう年齢層が広いマシオテレビ局、これからも毎日少しずつですね前進していければいいかなと思います。いろいろありがとうございました。ですね、この帽子の100回が次は200回になるようにそれまで精進して頑張りたいと思います。また皆さんその銅メダルが銀金と変わるようによろしくお願いします。もう少し役に立つように頑張りたいと思います。これからも技術を大いに磨きまして皆さんに素敵だなというテレビにしていきたいと思います。よろしくお願いします。若さパワーで真っ白を元気にするぞ。おはい、村田先生、世界につなごう虹の架け橋ということで、虹は7色ですよね。宮坂さん、はい、何色が好きですか？ピンク。ピンク。放送を通じて言えません。ね、7色って言われますけど、ね、私はね、やっぱりこれからも技術の、裏方を支えようと思ってます。表に出ずに、これが本当に本当のおもてなし。赤外線とそれが紫外線ってありますよね。虹の表の外が上の方はね赤です。赤外線、私はねこの赤外線になりたいと思います。みんなからね、好かれて、そして温かいね、この人紫外線ね、女性から嫌われる紫外線です。話しました。話しましたよ。はいはい、引っ張ってない。おめでとうございます。それでは出ますか？滑らない、大丈夫です。滑らない。松代テレビ局とかけて松代病院だと。その心は視界がいい。視界がいい。視界がいい。面白くない。それがもう一つ、どこが面白いかというと言っちゃいけないか。受けなかったですね。じゃあもう一つ。松代、はい、松代テレビとかけて。かけて、はい、鏡とどこ。鏡とどこ、はい、その心はよく映ります。よく映ります。松代テレビとかけて。松代テレビとかけて。バレンタインデーの手作りチョコと解く。はい。その心は。忘れちゃった。放送が。違う。その心は。真心を込めて放送します。以上です。はい、じゃあ、綺麗に終わったところで、はい。ありがとうございました。じゃあ全員、いやさっき一生懸命考えた時忘れそうだって今最後に、はい、それでは全員こっちに来ていただいて最後にこう万歳かなんかでどうでしょう。福井さん、福井さんやってないじゃないですか。福井さん、はい、福井さん、福井さん、そうですか、うん、はい、無事、なんとか2時間、走りました。とりあえずその大きな事故もなく、最初だけで何か鬼が何かいるとかなんとかって最初、はい、あ、そうですか、良かったですね。片割れがありますか。そうですか、余計なこと言ってしまいました。なんか映しますその人。あ、そうだから、ちょっと映してください。なるほど。逃げた。すみません、最後になっちゃってすみません。米沢です。最初から最後まで真ん中抜きの頑張ってきましたけど、また200回に目標で頑張っていきたいと思います。それではどうしましょう、全員で万歳しましょうかね。
ね、あのおばちゃん、片木さん、みんなこっち来てやりましょう。ね、それ置いて、うん、入れといて来てやりましょう。来ましょう、みんな来ましょう。誰が抜けてる番まで来ちゃえば。はい、うん、わーって来て。はい、それでは、あ、次回予告。あ、なんだかわかんない。はい。それでは、バスのテレビでいいでしょうかね。はい。はい。はい、よろしいでしょうか、準備は。はい、それでは、バスのテレビ局、万歳！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 ありがとうございました。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 はい、ありがとうございました。ありがとうございました。宮崎さん、ありがとうございました。モンタさん次週の予告です、はい、皆さん来週は、あ、今日こうラストだね、スタジオね、今度はあの新しいね、隣セブンイレブン後に、街歩きセンター新しく開店しますのでね、そちらで今度は常設スタジオになりますので、そちらで、101回目、はい、記念番組の101回目の番組という形でやっていきたいなと思います。そちらの方のセブンイレブンの方のですね、経過、まあ、そういった感じ、それからまあ将来的にはどうするかなって、まあ、こう今話しましたけどね、そういったものを引き上げて話していけたなというふうに思います。はい、ゲストは、うん、ゲストはね、一応特に大統領じゃなくてね、またメンバーを交代でどうするかね、またちょっと考えていきます。はい、はいはいはい、ということで、はい、そういうわけでまた来週お楽しみに。第101回からスタートになります。よろしくお願いします。松代、あなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。